皆さんどうも、はじめまして、ハルタカです。現在初めての投稿ということで、ものすごく緊張しております。初めての方は多分気づいたと思うんですけど、めちゃくちゃ滑舌が悪いです。なので聞きづらい方も多いと思うんですけど、これでも全力で話していますので、どうぞご了承くださいませ。そしてね、 YouTube を始めるきっかけになったのは、実は高校生から、いや、それよりもっと前から YouTube みたいなことをしていました。小学生の時からなんかこう、お父さんの携帯を借りて動画を撮るっていうのがまあ楽しくて、その時はもう YouTube なんてもう全く知らなかったんですけど、後から自分がやってたことがまさか YouTuber っぽいことだったなんて知らなかったんですよね。そしてね、まあ、高校生に関しては自己顕示欲丸出しというか、もうとにかく目立ちたいという理由もあって、こう自分で、まあ普通に楽しかったんですけど、やっぱり YouTube を限定公開で友達とかに公開して楽しんでました。それをなぜ今回大学生になって始めようかと思ったのは、まあきっと皆さんね、 YouTuber をやると言ったらやっぱ有名になりたい、お金持ちになりたい、いろんなね、そういう目標があると思うんですよ。もちろん私もないわけではないです。ただそれはあくまで目標を達成するまでの過程として、それらの目標を達成できたらいいなと思ってます。そして私、ハルタカオが掲げる第一目標、ズバリ地元貢献、地元貢献です。一応出身は青森なんですけど、青森がやっぱ大好きということで、今住んでる地域は違うんですけども、地元を活性化したいという思いは非常に最近強まってきて、そんな地元愛が強いこの私、ハルタカオが何かうまい具合に活動できないかなと思って始めてみました。正直ね、やる内容とかはまあ決まってないです。なのでもちろん不安でもあります。でも挑戦するのは好きなので、やってみようかなという気持ちで、まずは始めてみようかなっていう感じです。なので最初はちょっと見劣りすることもあるかもしれないんですけども、もしね、少しでも応援していただけるのなら、チャンネル登録お願いいたします。で、更新頻度なんですけど、まあ今学生ということもあってちょっと忙しいんですよね。となると毎日投稿はまあ妥協ではないですけど、ちょっと学業に支障が出るとまずいので、まあ毎日投稿はできないかなと思ってます。ですが自分のできる範囲で投稿していきたいと思っております。そこはご安心ください。はい、ということで、今回初めて自己紹介をしました。地元貢献に向けて頑張りたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。